天坪の神事と申しまして、神様にいろんな罪元を解き砕いていただくということでの一つの昔から の例え元でございます。最初に解き縄と申しまして、右内左内の縄を解く、これは12月の大祓いのこの半年間のうちにいろんなことで罪汚れを身につけました。そういうものがちょっと凍ったり固まったりしたものを解き放つために砕いていただく、その一つの形としてこの縄を解きます。これ左なり右なりとありますが、両方を解きます。次はヤハラと申しまして、ここに前に神様のために使った金ですけども、そういうものを用意いたしまして、これを八つに刻みます。八という字は日本古来たくさんという意味があります。で、今乗り上げました大祓い言葉の中にも天津すがそをヤハリに取り裂くと言います。こういう細い葉っぱのものをすがそと言います。それを八つに裂くことは針を持って裂けば裂けますよという、こういう例えで、これをやはりと申しまして、でこれを裂きます。この絹の裂ける音、これも払いですので、耳を澄ませて聞いてください。はい、それでは皆さんお持ちの、片白を出してください。片白を出してください。そして今神様にいろんな形で神経までを解きほぐしていただきましたので、これに託します。皆さんの神経までをこの人型に託します。それで自分のを出してください。はい、これならね、息をいっぱい吸い込んで、それを止めとるうちに頭の先から足の先までなぜか、で、それをここへとふっかけていただきます。これを3度繰り返します。はい、息を吸って、はい、止めて、はい、どうぞ。はい。はい、息を吸って、はい、止めて、はい、これにかけて、はい、もう一回吸って、止めて、はい、こいつを持って、ね、今度ここを曲げてもらいます。それでこいつ今度はここへ、みんなこの血の輪と申しますけども、血の輪に託しますので、そのようにここを置いてください。これ持っといてくださいね。はい、これから大笑い言葉を唱えます。大笑い言葉